どうも、おもひげですってことで、今回もモンスターハンターサンブレイクの方やっていきたいと思います。またですね、イベントクエストが来まして、そちらの方行きたいと思うんですけども、はい、電光一閃というね、まあ霹靂一閃的な名前ですけども、特に変わったクエストじゃないと思うんで、頑張りたいと思います。レッツゴー。さあ、どんな感じなんですかね。なんかネタとかあんですかね。多分まあサイズが大きい小さいあるぐらいじゃないですかね。まだそれぐらいのネタしかないと思います。あ、闘技場か。どうしよう、バフロー、たまにはバフロー、バフりまくる、バフりまくる。そしてまた旅、ほい。さあ、ライゼックスさんですね。ほい、別に普通じゃね。はい、おい、あれ、自分強化できてない。なんだ、いやー、怖い。ライゼックス全然やってないからな。どんなモンスター、どんな攻撃か全然覚えてないわ。なんだっけ、重ね着もらえるんだっけな。ここです、外す。あー、ここで、ここで打ちたかったね。はい、お、強固方向来た。これで回心率上がる。はい、はい、痛い。攻撃力は全然大丈夫ですね、やっぱり。はい、霹靂一閃じゃない、なんだっけ、真打ち。あー、もったいない。ほい、これすんの忘れた。鉄柱強打。なんかね、演奏方法ももう一個の方のいいとかいう話もあるんですけどね。なんだっけ、鉄柱演奏モード、そうだっけ、奏で。あらら、乗っちゃった。ここにあればいいのにね、あの環境生物なんか壁にくっついてくれればいいのにね。はい、最近狩猟笛使ってないから、どういう立ち回りがいいか忘れちゃった。はい、あー、音も変えてきたからな、微妙なあれだね。癒しの四つ葉はいらないね、このクエストに。はい、いいんじゃないですか。おい、いいですね、スタン入りました。はい、真打ち、めっちゃ入るじゃん。はい、ちょっとね、本当はまた別の武器で来たかったんですけど、ちょっと属性が違って、ライゼックス炎に弱いかなって思ってたんですけど、氷に弱くて属性を間違えてたっていう。おい、はい、痛い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 。はい、痛い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 。ライゼックス本当久しぶりだわ。これが私の
はい。嘘。巻きった。巻きった。やばいやばいやばい。巻きった。巻きった。ナイス、お供。はい。おい。さあ、殴っていきます。いや、最近気づいたんだけどさ、実況の時、多いとかしか言ってない。資料部に。ちょっといろいろ、言わないと、ダメだね。実況しないと。最近はね、ライトボウガン作りまくりで、全属性作りたいんだけど、まだ氷が作れてない。あと氷だけ作ればいい感じになるんだけど、はい。そういえばあの入れ替え技とか全然使ってないな。結構強いのに。クリオブへの入れ替え技も強いのに。おい。ここで使おうか。これが強いらしい。はい。ちょっともうちょっとうまく、結構ダメージ入ったね。なんだっけ、旋律、飛燕の旋律と合わせて使うとめちゃめちゃいいらしいね。ちょっとやってみたいと思います。お、もうたまった。落とし穴とか使ってやったらいいんじゃないの。寝かせたらすごくいいと思うの。はい、落とし穴設置。さあ、卵を置いて、ホールインワンじゃない、ホールインワン、ライゼックスのホールインワン。はい、置きます、卵置きます。861、どうなの、どうなの、どうなの。あ、もう捕まえられますね。倒しましょう。でも、はい、卵を置く。3を攻撃。861入った。いいんじゃない、861は。はい、終わりました。861だから、なんか寝起きでやれるとめっちゃ強いらしいね。でもね、やり方が分かんないです。まだ調べてないですけど、まあ普通のライゼックスでしたね。なんだよ、ネタあるかと思ったら特にないですね。てなわけでですね、まあ、報酬はどうしよう。報酬も紹介したいけどな、めんどくさいな。1回で多分作れないと思う。ちょっともしかしたらこの後に、すぐに作れたら、この後に映像、報酬の映像入れたいと思います。はい、かっこよく締まりましたね。武器構えで。よしよし。福津くんもね、なんかいろいろ衣装変えていきたいですね。こちらですね、こちらで軽装の異国製図ってことで、これを集めれば2枚あるならいけるんじゃない。いけないかな。
はい、てなわけで、久々にライゼックス行きましたけど、イベントクエストですけど、うまく戦えたんじゃないでしょうか。珍しくね。狩猟笛はまあ安定ありますね。もうちょっと狩猟笛極めようかな。でも最近ちょっといろいろ武器ね、気に入った武器ありまして、そちらの方もね、近々動画アップすると思うんで、そちらの方もご視聴ください。ってなわけで、以上、おもひげでした。